はい、ということで、前回に引き続き、ドラゴンクエスト8をやってまいります。前回、おそらく、ブルーマゲスを倒したときに、トルマゲスを倒したんですけど、ブルーマゲスを倒したときに、出てきた、ね、そこまに残った杖を手にしたデシカが、の、様子が怪しく、宿に泊まった夜、姿を消してしまったので、その、デシカを追って北の石碑へ向かいたいなと思いますので、で、まずトヘロスを使って、バウムレンの術。まあ、あれで終わるとも思えないしね。で、今のレベルでそんなあっさり倒せる敵ではないと思うんだよな。ある程度もうあれは主人公のサミダレ好きのゴリ押しで勝てちゃったから、間違えたやつこっち通れへんよ。ああもう、なぜしかがあの杖を手にして、もしかしたらドルマギスは誰かが手に取ることをもう分かってるから、それを利用してなんかか、本当にあの杖を、あの杖はもしかして、本当のそういう杖じゃなくて、なんか呪う杖的な、感じだったりするんか。ちょっと地図見ながら。チームは特に、あ、道間違えたかな？あっちか！あ、間違えた。こっちちゃうかった。宝箱あったわ。賢くなった。いいや、もうせっかくここまで来たからここ見ていくわ。とはいえ、特になんもねえな。戻ろう。ここか。あれ、門が開いてる。呪わ、なんか乗っ取られたんじゃないの？リブラーチ、あ、リブラーチだ。あの時の南の石像を突破、強行突破した女が同じ入っていくの。あの女だけで石像の仲間が何も勝したのだ。それどこへ行ったか。マジか。何が起こったの？いや、私怖い。なんだお前。私は記憶違いじゃないじゃん。さっきのは大柔術師、ハーラ様のところで雇われてる。エイヘさんの声でしょ。あ、ハーラ様お得なら。でも知らんけど、ジョエーって。マジかよ。いやいや、若い女がこの階段上がっていたが、まさかあいつは暴漢だったのか。いや、待って、暴漢と同じ壁行くとかじゃないの。どっちでもいい。なんでもええ。いやいや、やかましいわ。これじゃ、石像作り専念できやしね。とりあえず、そこか。そうじゃない。大柔術師、ハール様の人から悲鳴聞こえましたよ。この世は何時の忍びである。うわぁ。ここか。ああ、いた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 。だから、常に操られちゃったんだなぁ。ジェシカが。そうだと思って油断したか。よくないし、暗号してくれ。お願いしてもらう。戦うのか、デシカと。もしか鍛えちゃったかな。魔法使いで強いという本だ。昔の場合あるところに魔法の杖を集めている一人の魔法使いがいました。魔法使いは火の玉を飛ばす杖と守りをもたらす杖を持っていましたが、それだけでは満足できません。ある日魔法使いはより強い杖を生み出すために二つの杖を一つに錬金してしまいます。それとどういうわけか、魔法使いは一切の魔法を使えなくなってしまいました。新しく生まれた杖は確かに強力な杖だったのですが、実は魔法を封じる杖だったんです。ほう。魔封じの杖。
特に稼働がないようだか。私がね、命を今からお助け。ああ、この人はもうダメだ。ビビっちゃって。よし。ああ、どうしちゃったんだ。どうしちゃったんだっていうのは別にあの子に対して言ったんじゃなくてですね。近づくな。ハムの方が知らないが、ハムの様に手を挙げようというのは、ここの僕が容赦しないぞ。ああ、この僕じゃ、が、じゃあ、仲間に容赦せんかったらと言って何ができるんじゃ、チェルスはどこが最低。女よ、ご一応大柔術師、ハムロとしてのは同席だろうな。兄だったら、わしがわしで、お前さんが来ることぐらい、先生術で特に予知しとったのじゃ。今、わしを殺そうとする、杖使いの女を退治する町でもすでに、得得済みというわけじゃ。今回は残念だったな。お前、チャンスがいい、セリア。すげえことになってる顔がクスクス悲しいわ。みんな賢者の魂を得たこの杖の前でこんな結果が何の意味もないことがわからないのね。な、何そんなバカな。もうそれくらいセリア。さあもう終わりにしましょう。あがき続ける姿を見てるのは悲しいの。早く来いよ。あの三人は。ああ、よかった、やっと、やっと。あら？不毛来たな。思ったよりも早かったわね。この結果が逆にだったわね。今の茶番がなければ、とっくに死んでいたはずなのに。今日のところ退散してあげるわ。この人たちを相手にしながらじゃ、それが相手も、私も分が悪いの。今度来るときまでにはもっと守りを万全にしておくといいよ。それじゃあね。え？消えた。助かったわ。ギリパだったわ。ハワル様、お気がありませんでしたか。触れなきゃならし、この時だからといって、わしに取り入ろうたってそうはいかんぞ、こいつ。そんな、私はただ、もうええわよ、お前はレオパルトちゃんにも、ご飯でもやってこい。わしはこの、そこの人とも話がしたいのじゃ。はい。かわいそう。どうにどうやらわしはお前さんに助けられ、あ、待てつつ。どうもない知らんが、もちろんわしが誰だか知っておるが、おるじゃる。わしが以前である大柔術師ハワードで、わしの命の危機があれば、お前さん、これは迷惑なことでもよかったな。まあ、わしのことは気軽にハワード様とでも呼ぶとよいじゃろう。皆さん、あの杖使いの女に私らが不吉のようなことを言い残していておったな。しかし、さっきの結果以上に強力な結界の術となると、さすがのわしでも簡単にはできる。そこでじゃあ、わしけてもらったお礼も兼ねて、お前に引き受けて、やーなこった。なは。だったら、わしも手に入れて、どうぞ、気がかかり、引き受けてくれねえわ。あーもう。ニック・ランバートル家という古くからの彫刻家の家系があってな、その家に代々伝わるグランピネルという二つの宝石で強力な魔の力があるという。わしも命からじゃない。以前からずっとくるっと頼んできたのじゃが、兄貴の先生が頑固者だな、聞く耳持たんのじゃ。そこでお前さんにグランスピネルを譲ってくれるよ、グランバ、おい。グランバートルに先生に頼む、今日はお前がやれ。忘れておった。今は、我が敵地の、もちろん下に、下もう、敵の、有用な役割は立ち横ばいに、聖女の配置で割る粉末がある。この粉末には、呪われた品物の呪いを解くと、まさに奇跡のような効果があるという。例えば、ゾンビメールに用いれば呪われた鎧はたちまち光り輝く鎧となるだろう。ゾンビメールと聖女の配ね。ゾンビメールはあるから。
なさそう。自分が頼んでもらえないからって。魔導士の杖。グランバートル家というところに行って、その宝石を譲ってみろよって言いに行かなきゃいけない。ケルスが出てきて、オリスが逃げたって言ったらみんな潮が引くみたいにハートいなくなったわ。結局みんなお祭り騒ぎ、便利しただけなのよね。まあ人間ってやつは、そんなもんなんですよ。おかしな、おかしな薬。ここは特に何もないのか。まだどうや、道具屋は道具屋です。爆弾のはぐらがあって、敵全体にダメージ。まあ、あの宝箱開けて。とりあえず、調子は悪くない。この街はな、大陸と大陸を結ぶ。橋の上の橋にあるんだよ。おばあちゃんだ。この橋の橋を作ったのかって、さあ、泣くのことは私は知らない。ん？これはどこに向かうんだろう。これ、そうすると次のあれに向かえちゃうのか。いや、ここでまだできることがあるよ。ここ武器屋だな。こっから入れるんですね。岩塩を、岩塩。なるほどね。その時ライドン爺さんとは、なんと一人で塔を作り続けてるんだね。また水魚残ったが、あの元気だけど、俺とも見習いたいで。よし。お金がない。お金を貯める。もうほら、特に買い物ができたら、この町の人たちは全く素晴らしいな。ここも、ここなんだ。ここ普通に、従業員が寝る部屋？休憩室、三河市の服。さあ。買った方がない。ただしい人は石油作りの修行に来たみたいな。ちょうどこの真上の工房にて知りしたらしいで。伏線だったりする。年中幕を見てると、ばあさんこの町の人は船が通ってとか言ってたよ。この人に船旅をしてる人がいるんだね。大したもんだよ。船旅してんな。とりあえず見れるとこ全部見て、そう、あれだな、頼みに行かなきゃだな。この上、あ、ここか。ここに弟子入り、この人の話。この僕、さっきから足場がうるせえと、せっかく抑えろ。この人。ゲリル作りなんて楽勝だと思ってたのに、こんなにこき使わされるなんて、こき使われるなんて。なあ。なんてさ、これ兵さんがやったね。そらこんな簡単じゃねえよな。
と、ここはとりあえず、まあ、お金貯めてまた買いに来よう。そうすると、その、あと先にも見受けられる。ここ、武器屋と、ん？あ、なんだ。宿屋。教会だ。教会。道具屋のさ、裏の宝箱とかすごい気になってんだけど。教会下行って さっき行けなかったところからいろいろ酒場、うん、この先に物資に流れ着いてきたラグサットってチャラチャラしたやつを弟子にしたのはこれが使えねえ。お前さんの方が嫌なこった、うん、はいにしてみよう。ああ同じだ。母様の家の前の道をまっすぐ北に行くところに秘密屋っていう店がある。え、夜になると、宇宙の知らない夜になると怪しい主人がこっちに、待って。家の前の道を行く。待って。それはいいこと聞いたな。町にここにしかピアノがないので、それを聴かせてもらってるんです。教会にもパイプオルガンがありますが、私はやっぱりピアノの澄んだ音色が一番お好きなんですね。噂で聞いたのが、サノビークのチャガソウという王者の儀式を無事に済ませたそうだな。あの王子に関してはあまりいい噂を聞かなかったのだが、さすがに腹をくくったんだろうな。腹をくくるですね。いやしゃ、へーへー。完成するの、呪術師、母様のところに持って行って、呪術で魂を吠えてもらうね。何のために知るかよ、そんなことは決まりだ、決まり。無事にしたいと言ったら。この、マスターには、話しかけられないのかな。ちょっと遠いのか。したらじゃあ、その秘密の、いろいろでも、ここは何？見れるところを見て、普通の家か。フランバート時には稀に長文の天才が生まれるんですが、あいにく主人はそれに当たりませんでした。若い頃はそれで随分悩んだらしいんですが、今は思い出して普通の生活を楽しんでいますよ。そうなの。なんと、いかにもフランバート時は我が家です。ああ父さんにしてください。その、え北は塔を作って、塔に入って、俺を持っていくといいでしょう。なる石の剣を手に入れた。ああ、そういう感じ。塔の扉の穴に近づけば、目の近くです。父さんはライドンと言います。もし塔で、父さんだったら、たまには宴会と教えてくださいよ。なるほどね。ああ、クランバートル家って聞いた覚えあるんだと思ったら、ここのことだったのか。川の上です。
で、あれだな、北の、あれに行く前に、その、秘密の、夜にしか開かねえってやつに、気になるね。素敵なブレスレット。金のブレスレットはおしゃれですが、いるだけでは、それだけでは物足りないという人もいることでしょう。その点おすすめなのが、身につけるだけで体力が増える命のブレスレットです。命のブレスレットで、とある指を連携するだけでできるので、ちょっと見ようか。嬉しい。指輪と金のブレスレット。命の指輪かなんかか。ここ何？図書館かなんか。めっちゃ本あるんだ。力の、やった。以前はある国の大臣を取ったんだが、最初は石像作りになると決めとったんで、道打ち勝利をまた振って、へぇ、すごいな。神話の鳥という本だ。鳥に関する神話は数あるが、中でも一番興味を引くのが次元を旅している鳥の神話だ。その鳥を世界に危機が訪れた時、どこからともなくやってきて、世界に平和をもたらしてくれるという。なんかの伏線かなんかかな。ある老人の日記だ。かつてわしが恋した獅子とはとても背丈の奇妙な人だった。水の羽衣にマジカルスカートを縫い付け、聖なる服に塗り替えたのには驚かされたものだった。あの人は今頃どこでどうしておられるのじゃろうか。近頃そんなことばかりで気になる。水の羽衣とマジカルスカート。ない。豪傑物語。豪傑、それは、武勇に優れ、何者を恐れぬ勇気あるもの。体の力と心の力、どちらか一つが欠けても真の豪傑とは言えないのだ。豪傑の腕をまた2種類の力が合わせるとき、こう完成すると言われている。力がつくものと力がつくもの2を探せばいい。入ってきて、まず多分ここ3つ読んだよな。これ見た。なんだよな、多分。OK。こっちもあるよ。なんだ、ここ。ここも赤道を作る人の家なんだ。ルーの6、またルーの6はでかいかも。ちょっと錬金で使える。青の練習したのか。竜の墓、どっかの砂漠に竜骨の迷宮という遺跡があるという。そこは死期を悟った竜が一人と死を迎える場所とも言われているが、無情説がある。太古の昔、今砂漠となった彼の地で竜の軍勢と地上を滅ぼそうとする暗黒の神が戦ったそうだ。そして暗黒の神に敗れた竜の軍勢の大量の屍が、今日の竜骨の迷宮の礎になったという説だ。あれ、あそこだな。砂漠のとこのあれだな。多分。火曜大全集という本の中にリズ・ブルアーチの歌があった。我ら石膏、芸術のため、街を彩る景色のため、石を削って、石像を作るぜ、石柱を作るぜ、神殿を作るぜ。握ったの身に魂を込めて、熱い思いがハンマーに叩きつけるお前のパッション。削り削れ、ガガッガーン、砕け砕け、ギギギン、いつか作る最高傑作。リブルアーチ、そこは職人の街、リブルアーチ、そこは芸術の街、時を忘れてサービス団地。おい、最後ひずいな。最後ブラックだった。やった、大きい土地だって。人んちの宝箱勝手に開けちゃったぜ。
人によって失敗作を海に投げ捨ててしまう人もいますが、私は見つけることにしています。失敗作に見つめられながら作業すると責められているようで、自分自身のいい戒めになるのですよ。失敗作っていうのは、あなたにとっての失敗作であってね、他人からしたらね、失敗作じゃないかもしれない。にそって、ま、前の先中年大量に入り込んじゃってさ、ちゃんと先にその分で買えばいいんじゃないの、部屋が狭くなるわよね。家族からしたらね。あー、近くか。そっか、こう動きたのか。そしたら、あれかな、この街でできることは、もうある程度できたのかな。その例の、ハワードの家の、前の通りを北に進むと、あれか、正面のは、これでもさっき言ったよな。これか。いなかったな。買っとくか。やった。スキルの種。一回だけか。僕はこの扉の部屋の裏に来て、宝箱欲しい。なるほど、そういうことか。いいね。お金なくなっちゃった。したら、ちょっと宿屋で一晩明かして、明日の朝、ちょっと北の、グランバートルさんのお父さんのところに行って、あれかな、その例の宝石とやらを譲ってもらう交渉をしてこないといけない。大富豪に目を受けて、この町に女の石像の買い付けに来ました。この土工房がたくさんあると、どこから買っているのか目移りしますの。ハワ様が投票されても、自殺と聞いてがっかりしてた人もいるんだよ。みんな一応ハワ様を尊敬してるふりはしてるけど、内心じゃ嫌ってる人も多いからね。あんなんじゃ嫌われらね。自分で大柔術師とか言って、あんな、守ってくれようとした人にあんな態度取ってたら、それは嫌われるよ。僕がチートレスペー。カチカチに硬いチーズを食べたければ、すでに完成している外のチーズに、普通のチーズに岩塩を混ぜましょう。反対にトロトロに柔らかいチーズは、美味しいミルクと連熱の粉に岩塩を混ぜると言ってます。このように料理というものは似たような材料を使っても、手順の違いで価格が変わるのです。チーズって何に使うの？力の種。よし、じゃあちょっとやるように止まるか。あと安っ。ああ、私の姿が普通に戻っている。これは夢？そうよね。そういうことが聞こえますか？ドルマイトを倒しても呪いが解けなくて、見えても少ししょんぼりです。デシカさんもいなくなってしまったし、彼女はどうしていなくなってしまったんでしょう。もしかして私にかけられた呪いと関係があるのでしょうか。早くデジカさんが見つかるよう見ては祈っていますわ。いやー、けなげで可愛いですね。